Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。今日はですね、1000円自販機久しぶりにやろうと思います。3000円、渋谷なんですよ。周りめっちゃ人いるんですよ。静かにやります、静かに。スクラッチ第2弾、スクラッチカードを削って豪華景品をゲットしろみたいなキャンペーンもやってますんで、3000円分やりたいと思います。1000円目、いきますよ。スクラッチカードやりたいよね。スクラッチカードやりたいです。さあ、どこを押しましょうか。一番右下、いきますよ。ポチリ、音。今の金属音は何ぞやった。あ、え、やばい。スクラッチカード入ってた。じゃあ、あとでこれ削りましょうか。とりあえず2000円目、吸い込まれてく。さっきはね、ここ押したんで、ちょっと売り切れの隣いきますよ。なんか変な音してない？なんか揺れてる、揺れてる。自販機は揺れてるんすけど。え、自販機が小刻みに揺れてるんすけど。センス、千円札が、千円札戻ってきたんですよさあ、気を取り直しまして、2000円目。さっきのところを押すと、あ、売り切れになっちゃったね。じゃあここポチッとな。音チェック。重かったね。開けますよ。あ、これやばいよ。ニンテンドーアミーボ、これ当たりでしょ。これね、動物の森フェスティバルでこのアミーボを使うと、ね、これゲームと連動してるやつなんですよ。これニンテンドー DS のね、動物の森買わなきゃダメっすね。次いきます。3000円目、ここやったでしょ。じゃあ次は一番この上の方かなと思うんだけど、これあ、売り切れてんだ。じゃあここら辺、誰も多分押さないと思う。音チェック。吸い込まれた吸い込まれた。ただいま電話に出ることができません。ピーッという音に続けてお名前とご用件をお話しください。はい、ということでね、後日電話してみようと。多分今日日曜日だからね、いないんですよ人が、ってな感じで、このスクラッチだけとりあえず削ります。それではね、スクラッチくじやっていこうと思うんですけど、だからもうね、少しでも削れてると無効になるって言って、開けた瞬間からもうここのね、真ん中がねちょっと削れてたんで、これも開けちゃいましょうね。3つ削るんだよね。はい、誰か現れたでしょうか。おや、なんて書いてある、ん、なんて書いてあるのこれ。残念って書いてあるっすね。もうダメなのかなこれ。残念って書いてあるね。終わりあ、でも難しいかもしれないな、これ3つ当てるのは。こことこことここで当たりでしたね。どちらにしろ私は外れてました。残念です。はい、ということでですね、ゲットした景品なんですけど、瓶の中入ってたやつ、イヤホンっすね。ジッパーイヤホンみたいなやつなんですけど、よかったよかった、当たってよかった。ね、やっぱり、ね、電車とかに乗ってる時のね、編集にねめっちゃ使うんですよ、こういうイヤホンね。こんな感じ。この服に合うかもしれない。よかった当たって。で、もう一個のこのアミーボって一体何なのかっつったら、動物の森アミーボフェスティバルでこのアミーボを使うと、なんか衣装チェンジとかできる、ゲームのマスコットみたいなやつかな。はい、ということで
3000やったんですけど1000円出てこなかったという久しぶりの1000円自販機でした。初めてのトラブルですね。てな感じで以上スペースモンキーズ TV でした。また電話して商品は後日いただきたいと思います。